では会に開催に臨みまして一言ご挨拶申し上げさせていただきます。ご存知のように先ほどのご挨拶にご挨拶になりましたように本当にお忙しいところ本日はお忙しいところこちらに出席いただき誠にありがとうございます。役職員を代表してご挨拶を申し上げます。まず放射線影響研究所ではでございますがこれはご存知のように昭和22年1947年の3月にいわゆる原爆障害調査委員会として発足をいたしました。それで昭和50年4月すなわち1975年に今の日米共同の研究機関として改組され今日に至っております。それで今年この70周年を迎えることができました。この非常に長い70年という時間の間を我々の研究所は被爆者の方々のその放射線による健康影響について調査研究を続けてまいりました。ただその中で特に初期のそのいわゆる ABCC と呼ばれている、原爆障害の調査委員会の時代において、非常にその多くの方々から調査はするけれど、その治療はしないというふうな非難がの声があった。これも事実でございます。これについては、我々 ABCC を受け継ぐものとして、やはり大変重く受け止め、さらに、心苦しくまた残念に思っております。でそういうふうな中でところが被爆者の方々被爆者2世の方々からは非常に貴重なそれでまた継続的なご協力をいただきました。そのおかげで今日の放射線影響研究所がございます。これについては本当に本日心から深く感謝の意を捧げたいと思っております。それとこの地域の、地元の関係者の皆様方それから日米両国の政府の関係者の皆様こういう方々から受けたご支援と ご協力がなければやはりここの研究所というのはやっていけなかったというのは明らかでございます。これについても心からお礼を申し上げます。それでこのような中でここの研究所が進めやってきた調査研究というのはその成果は非常に高く世界的に評価されております。非常にありがたいことではあるんですが特にそれの中でその放射線の線量とそれから健康リスクについて非常に精密な定量的な関係というものをここの研究所が被爆者の方々のデータに基づいて出してきた。そのデータ結果というのは単に科学のその領域にとどまるだけではなく我々の非常に身近な生活に密接している医療の現場それから例えば原発事故にあった福島においてもその人々を放射線から守るための政策あるいは規制そういうようなものの基盤としてお役に立っております。すなわち取り物を直さずこのようなデータが人々のを助けておるという状況があるということをその申し上げたいと思っております。そのような中で我々はやはりこれからもそのこのような調査研究の目的である平和目的のもと被爆者の健康および福祉それに全人類 の保険の向上という目的のもとにそれを推進すべく今後もその鋭意努力していきたいと思っております。これからもご支援、ご協力を賜りたく心からお願いする次第でございます。
本当に本日はご参集いただきまして心から感謝いたします。それでこの研究所がここにありますように、その未来、感謝、それから一番下に平和というのがありますが、その3つのキーワードで今後やっていけるように努力していきますので、皆様にもぜひともよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。このところにある盾でありますが、感謝の思いを込めて被爆者と被爆2世の方々に対する感謝の意味を込めて作ったものです。これは、放射線影響研究所の、入り口のところに飾らせていただいて、我々職員が日々それを見、それで心を新たにしてその研究に励むというために置いておこうと思っております。このようなものでではありますが、せめてもの放射線影響研究所としての被爆者2世の方々に対するその感謝の意をこういう形で表したいと思いました。ということでご披露をさせていただきます。